回完成した4作品目のコーティングをやっていきます。今回使ったのは木工用ボンドです。この木工用ボンドは 1.5 倍くらいの量の水で薄めています。塗ると白いですが、乾くと透明になるので大丈夫です。液だまりがないよう全面に塗り広げていきます。丸一日乾燥させた完成品はこちら。塗らなく綺麗にできていると思いますが、ラッカースプレーやリキッドクルーほどのキラキラ感はない感じ。目立った液だまりや気泡は見当たりません。今回はまた違った100均でのコーティングを試してみました。今後これらのコーティングで何か不具合があるようであればお知らせしていきたいと思います。さて今度はこれを額装していきます。今回はセリアで購入した四つ切りサイズのフレームを使います。見える範囲が 29.8×24.8cm で、縦か横を 5cm 増やさないといけません。この作品は、前回のサイズのお直しより、もっと手軽にフレームに合わせていきます。そこで使うのは、こちら、2.5cm 幅のリボンです。今回は縦長に額装しようと思うので、上下にこのリボンを両面テープで貼っていきます。横はフレームに収まるサイズにカットしました。仕上がり具合はこんな感じ。作品に応じて色を選んだり、素材をベロンやレースにしても素敵になりそう。はい、フレームに収めてみました。どうでしょうか？手軽にちょっと高級な感じになりました。というわけで、お気づきでしょうが、私は100均大好きクラフターです。なるべくコストをかけず、工夫するのが私の趣味です。こんな私ですが、今後もお付き合いいただけると嬉しいです。今回は、これにて完成。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。